皆さんこんにちは、宮沢ひろです。僕は、ここ2週間3週間くらいかな、基本的に家でできることをやってます。本を読んだり、ストレッチをしたり、料理をしたり、ギターを弾いたり、そんな毎日を過ごしています。で、まあ、その中僕にできることは何だろうと思った時に、まあ、英語が僕は得意なので、ちょっと使える英語であったりとか、まあ、オリンピックが来年になってしまいましたが、まあ、世界からいろんな人がこう日本に来るわけで、そういったいろんな英語圏での英語の違いであったり、使える英語を僕が紹介したいと思います。まず最初はトイレ。多分普通に歩いていて外国の人とかに、すいません、トイレどこですかって聞かれることがあると思うんですけども、まあ基本的にアメリカ英語だとトイレット、そしてバスルーム、レストルーム、まあ、この3種類が主流でして、英語にすると Do you know where the toilet is? とか Can you tell me where the restroom is? Can you tell me where the bathroom is? っていうふうに聞かれたこと、そういう経験をしたこともある人もいると思うんですけども、まあちょっと変わった言い方もありまして、イギリス圏、まあイギリス圏というかイギリス英語を話す国、もちろんイギリスであったりとか、オーストラリア、ニュージーランドとかっていう国は、ルーっていう言葉を使うんですよ。L-O-O、ルー。で、これは多分聞き覚えがないというか、知らない人が多いと思うので、これを覚えていただければ、そのイギリス、オーストラリア、ニュージーランドをはじめ、イギリス英語を話す国でも、まあ、国の人でも対応できると思います。